フランス領赤道アフリカは1910年から1958年まで中部アフリカに存在したフランスの植民地。1910年にガボン植民地、中央コンゴ植民地、ウバンギシャリ植民地の3地域に連邦制を敷きフランス領赤道アフリカを設立。1920年にはフランス領西アフリカに所属していたチャド植民地も 加わり4地域体制となった。総督はブラザビルに常駐し、その代理が各地域の首都に赴き統治に当たった。各地域の首都は以下の通り。第二次世界大戦期、ドイツ軍によりフランス本土の大半が占領されると、新独のビシー政権側にはつかず自由フランスのアフリカにおける活動拠点となった。この時隣接するフランス領西アフリカは、 ビシー政権を支持している。第二次世界大戦後に、フランス本国で第四共和制が成立すると、他の植民地と同様、フランス領赤道アフリカも、本国議会に代表を送ることが認められた。住民の政治意識の高まりから1958年9月、フランス共同体内の自治共和国となるかどうかの、住民投票が行われると、圧倒的多数でこれを承認。 連邦は解体され、フランス領赤道アフリカは消滅した。1959年、旧連邦構成地域は暫定的に中部アフリカ共和国連合を創設し、連携を維持しようとしたが、結局1960年各共和国は個別に独立した。ありがとうございます。